はい、皆さんこんにちは。今ね、お手入れしています。サブチャンネルでチワ手入れやっていますけど、皆さんご覧になられてますでしょうか。ここ綺麗になりました。あ、ちょっと映ってますけど、もうね、ずいぶん空になりました。もうね、5年ぐらい何も手入れができてなかった。なのでですね、傷んでる植物はカットして、使える植物は分け、今こっちにあるやつに使える植物だけに大体なってきました。そしてね、土がなかったり、曲がって倒れてたりした植物はですね、土を足したりして今、再生今回はねしようと思います。もうね、やってて面白いね。見てください、これ曲がりがね、もう倒れてるんですよ。もうほんとね、放置しててかわいそうだったんですけど、でこうやってね、3日ぐらいお水につけてたらね、シャキーンと戻ってきまーす。これまたね、土を入れて植え替えようと思うんですけど、そしてね、あっちの方のハウスね、ハウスというか棚もね、今手入れして結構ガラガラになってきてるんで、このお手入れしたね植物たち、今まではね、正直ね、捨ててました。もう捨ててた。で今回はね、捨てずにね、土を足したりして、空いた棚のところでですね、管理していきたいと思います。まあ、そうするとですね、お金もかかわらず増やすことができますからね、皆さんにもご提供できると思います。ファイヤーボールなんかね、もうほんとね、ほんと見せちゃいけない。これもう2年ぐらい放置してたんですけど、全然そのままね、ちょっとガラガラですけど復活しますけど、強いですよね。でこういうのをですね、今回はお手入れしながらね、毎日毎日、みんな帰った後1時間自分一人で今やってるんですけど、1時間じゃ足りない。もうね、夜中もやりたいぐらい面白い。こうやりながらね、あ、俺ってやっぱ植物好きなんだなっていうのがね、分かっちゃいます。これやりますか。これこそね、ほんとね、多分もう4年ぐらいここにあると思います。なんかね、多分お祝いかなんかでね、出してあったやつを、もういらないから持って帰ってって言われて、持って帰ってきたけど、ここに置いてね、放置して、多分ね、こんなアガベとか入ってたから、なんだこれ、これ。アガベ。あ、もう取れてる、取れてる。取れてる。もう強いと思いません?この状態でもね、アガベちゃん生きてる。よし、これ出しちゃいましょう、出しちゃう。よいしょ!どうなってるのこれ。なんだこれ、どうなってんだ。うん、食わず芋、アロカシアとレモンライムが入ってたんですね。これなんだろう、ここにアガベが入ってたのかな。よし、せっかくなんでね、これちょっと抜いてね、仕立て直しちゃいましょうか。これ物はいい。よし、やっちゃおう。よいしょ、咲かせた木にこれでいいかな。よし、やっちゃおう。まずは抜く前にお手入れをします。はい、よしよしよし。これもずっと分かってたんだけど、手つけなかったんですよね。みんな知ってると思うんです。見て見ぬふりね。食わず芋とかね、これ食わず芋じゃない、なんだっけ、アロカシア、ちょっと違うやつですよね。寒い時あんまり使わないけど、でもかっこいいですよね。これ多分レモンライムも、ね、相当放置してあったんで、放置してあると良くなりますよね。よいしょ、こんなとこでいいかな。まあ、どうなんか性質的にはどっちとも寒さに弱いからですね、まあ大丈夫なのかな。お水も意外にね、このレモンライムとか乾燥に強いからですね、まあ、ドラセナ、幸福の木も結構乾燥に強いんで、うん、芋系はですね、乾燥に強い。まあ寄せ植えとしてはいい方なのかな。はい、よし、じゃあこれもね、結構かわいい鉢出したね。最近滑舌悪いな鉢出したねって。よし、じゃあ抜きます、抜きます。よいしょ、
じゃんじゃだん。まずはアルカシア。正式な名前はね、皆さん調べてくださいね。僕に名前間違えるんで突っ込まないでね、教えてください。僕も覚えますんで。垂れたやつはですね、カットしてシャキンとしたやつだけにします。よし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 、いい感じじゃない。よし、でレモンライム、レモンライム、よっしゃー、じゃんじゃじゃーん。お、元気元気、よっしゃ。おー、すごい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 。そんなね、いる？そんなね、いらないよね。すごいな。これ切っちゃう。じゃあ、はーい。お、いい感じ。ちょっと曲がってるけどですね。かっこいい。よし。そして、もう一個。ミニ。アルカシア。あ、もう一個あった。三つ取れました。これ小鉢にしちゃいます。よし、さすがにね、この鉢はもういらない。使い物ならない。よっしゃー。じゃあ、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 じゃあですね。はい。ミニミニちゃんは、もう二つ合わせちゃおう。ミニミニちゃんはこれに。南郷ポットっていうんだろう。めっちゃちっちゃい。かわいいっしょ。かわいい。明日卒業式だから髪切りました。もう娘も卒業ですよ。高校ね、あっという間。高校あっという間、中学校もあっという間。6年間でですね、なんと熊本地震と、中学校1年生で熊本地震があって、高校1年生でコロナがあっ て、ね、もうなんか訳がわからないうちに中学高校終わっちゃいました。修学旅行とか運動会もほとんど6年間ありませんでしたね。大学に行ってもですね、楽しんでくれるといいんですけどね。あと1ヶ月で東京ですよ。東京行っちゃうからね。なんでこれからね、僕東京にも結構出ていこうと思うんで、皆さんよろしくお願いします。はい、ミニ観葉できました。こんな感じがいいのか。これか。はい。かわいい。よし。じゃあこれどうしよう。うん、はい。レモンライム。この鉢に植えます。ちょっとね、サイズ感が合わないかもしれませんけど、使い勝手これぐらいがいいんで、これに植えます。根はね、もうここぐるっと巻きます、はい。この辺は気にしない。気にしなーい。どうだ？本当は曲げたい。まあ、真っ直ぐするか。ギュッギュッとね、この手はですね、寄せ植えに使いやすいんで、ね、この鉢ごと寄せ植えにするよ。あの寄せ植えですよ。あれ用に作ります、ね、主木として使えますね、これね。よし、はい、完成。でね、もうちょっと手入れしますか。ここがね、綺麗に、ね、してあげた方がかなり見栄えが良くなるんで、皆さんここね、大事にしましょう。大事に、めんどくさいですけど、しっかり剥いて、皆さん上級者に、ね、なってきてる人たちもいると思うんで、
上級者になってですね、こういうところにもね、植え替えの時こだわりましょう。せっかくなので幸福の木とかもですよ、この、まあ、完璧にはね取れないかもしれないですけど、ある程度綺麗にしてあげると全然見栄えがね変わりますから、ね、この一手間って絶対大事です。もったいないと思いません。これぐらいのレベルのやつがね、4年ももう放置されてたんですよ。そんなのばっかり。でもほんと、YouTube 始めてよかった。やんなかったらこんなことやんないもんね。こんなもんでいいかな。はい。よいしょ。土もですね、僕は市販の土です。市販の全然大丈夫で、ちょっとちょっとお値段が高い土ね、これこっちに植えます。グラグラしないように、ある程度しっかり持ってますね。よっしゃ、どう？この時点でちょっとかっこよくない？でね、だいたいいつもこう棒でガシガシつくんですけど、今の時期はですね、まだ根をあまり傷めたくないんでつきません。まあ、ちょっとふわっと植えてるぐらいです。手でしっかり押すぐらいですね、うん。暖かくなってきたらですね、もう一回土を足して、緩いようだったらガシガシついてあげればいいですけど。スリット鉢なんでね、根付きやっぱ早いですよ。このスリット鉢の場合は僕底石入れません。はい、完成。おー、どう？いい感じにこうね、斜め向いてますけど、うん、すんばらしい。よし、じゃあついでに、あれ、どこ行った？あ、落ちてました。よいしょ。はい、このアガベちゃん、アガベちゃんねえ、全然もう根付いてないのに生きているという。よし、これ、はい、取りましょう。ある程度いいと。ちょっとこれついてた方がね、アガベの場合はなんかかっこいいですよ。空気中の水分だけでこうしてたら生きちゃうというね。そしてこう倒れてたからね、もう上向いてます。これどうしよう。よっしゃ、はい、これですね、もう気根がね、見てください、こうやって気根が結構出てるんで、あれだったらここでカットしてブスッと、ね、土に植えても全然大丈夫なんですけど、せっかくねこれで生きてるんで、なんか吊るしちゃいますか。吊るしちゃう？吊るして生きると思う、ね、はい、これね試してみようか、これで。シュロナは麻ひもでもいいですけど、吊るしちゃ
ギューッ、もう一回ギュッ、まあ、適当でいいです、適当で根に引っかかりますから、ちょっと引っかかります。生きるでしょうか。よし、どこしようかな。よし。